はいどうもピョキングです。今日はですね世界のコースを遊んでいきましょう。で初めに見つけたのがこの振り向き禁止区域 Don't Turn Left Area って書いてるこのコースなんですけど、このコースでは一部区域を除いて左を向いてはいけないんだ。もし左を向くとどうなるんだろうね。めっちゃ気になるよねこのコース、すっごい楽しみなんですけど。で左、まあここでは左向いていいと思うんですよね。まあどこから左を向いたらいけないんだろう。まずこのドアに入るでしょ。そしたらなるほどね、左を向いたら落ちちゃうんだ。でもどういう原理でできてるの。よし、じゃあそれじゃあ左を向いたらいけないって結構きついな。なるほど、これは左を向かないでバネに乗っていけってことね。オッケー、このコース面白いよね。めっちゃ斬新考えが。これはここもダメでしょ。ちょっと待って、ちょっと待って、左向いたらいけないからブレーキができない。ちょ、むずっ、ちょっと待って、これブレーキできないからマジむずいんだけど。よし、で、このままジャンプして、オッケーオッケーオッケー。そしてここもキノコをもらう。まあ、コース自体は結構優しいんですけど、あ、待って、やばい、左向いた、左向いちゃったよこのコース難しいな。でもこう途中途中でドアがあるのが優しいよね。よし、それじゃあ、ちょっと待って、ここほんと難しいんだけど、走らない方がいいね。よし、でこんな感じでいくか。よし、オッケー。でこれはバネを使っていく。ちょっと待って、勢いが足りねえ、勢いが足りねえ、勢い。よし、オッケー。でこれもここの四角の中なんかありそうだよね。ね、あ、ないないけど、このキラーを踏んでいけってことか。よし、オッケー。で次はエキスト瞬間ポイントで、まあ、次が最後、あれゴール、あ、ゴールじゃん。ちょ、左向いてみよっか。なんもなんないの。ちょっと待って、こうしてこの土管入ってみよう。めっちゃ気になるね。まだあんのまだあんの。なるほどね。いや、楽しい、まだある方がいいな、これは。あら、勢いが足りね、勢いが足りんかったか。よし、でこのままいけるか。よし、オッケー。で、これはファウル。なるほどね、こっからまた滑っていけってことね。これ右向いたら絶対この青ブロックが赤になるんでしょ。よし、オッケー。でこのまま渡っていくと思ったけどいや今のは難しいでしょ。これはちょっと待って、無理じゃん。ここめっちゃ楽しい、片っぽの方向を見たらいけないっていうだけでね、またマリオがねぐんと難しくなるんですよね。これはドッスンが来るから右に行って乗るってか。オッケー。ここはドアに入っていいのかな。ドアに入ったら、おお、めっちゃお金もらえた。全然取ってないけどそしてゴールね。オッケー。いやー、めっちゃ楽しかったなこのコース。それじゃあ2つ目のコースは騙しコースやっていきましょう。ちょっと英語はね、なんて呼ぶかわかんないんですけどまあいつもの通りですよね。まあ最初にキノコはくれるんだ。そしてこれはまず先に行っていいっぽいよね。でこれ壊していいのかな。でこっちに行く。待って、なんもない、絶対なんもない。壊したらいけないのか。ってことはキノコはね取ったらいけないね。じゃあこれをまず普通に行ってドアに入る。そしたら、お、いけたいけた。これコインがある方は絶対騙しですよね。だからこっちが正解だと思うんですよ。裏の裏を変えてきた感じね。これはもう左でいいこと分かった。で土管に入る。そしたら次はこれ右でいいのかな。あら、なるほど。とビビった、今めっちゃビビる。バネが来るから先に行こっか。そしてバネ来ないし、なんか来ないしうおー、ビビッ、
あーよかったよかった。でこれは下に行ったらなんかね騙しっぽいんですよね。上にこの制作者の癖が分かりました。騙しっぽいところは騙しじゃない。まあ、餌に釣られれば釣られるほどまあスムーズにいけると思うんですよきっとね。なんでなんで、え、どうすりゃいいのこれ。おお、よし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 、オッケー。え、なんでで、これはあ、中間ポイント、オッケー。そしてこれは上に行っていいのかな。いいね、上に行っていいっぽいね。このコインの通りに行きますか。多分このコイン通りに行けば。わかるか。これとりあえず一番右ね、一番右。うん、オッケーオッケー。で、コインの通り行けばよかったんですよ。はよ行けってことね。はよ行けってことね。オッケー。で、このパワーブロック持てないもんね。これは？これオンオフしたら罠じゃん。絶対ね。あのブラックパックこっち来るよね。そしてこれで、これ走ってブラックパックより先に、とりあえず金魚が出てくることは分かりました。金魚が出てきた後に先に行く。オッケーっていうか止まるんだそこで。全然気づかなかったわ。お、え、なあの日めっちゃかっこいいんだけど。これはボム、どうしようか。これ上に行った方がいいのか。矢印右って書いてるもんね。右行ってみようか。この辺か。よし、オッケー。こっちでいいんじゃない。あ、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 これ上だなきっとね。絶対上ですよ。こっちですよ。コインがあったもん。コインの通りに行けば。マジでわかんないんだけど。え、どういうこと。え、こっちでいいよね。こっちだったらでも死ぬよね。ねえ、あ、なるほど、大砲が、うお、待って、危ねえ。よし、大砲がね落ちるのを待ってればよかったんだ。てかこれは上と下どっちだろう。ここに乗って一回上行けるか試してみようか。これ上から行った方が良さそうだよね。ねえ、絶対こっちだ。正解絶対こっちだ。正解したかったか。ことごとく外れてる。めっちゃ外れてるよね。なんでこんなに外れんの。これ下で、で、ここでジャンプ。亀の甲羅がこっち来ると思ったんですよ。マジで来ると思ったんですよ。何あの仕掛け、すごいね。ここのコース、こんなに騙される。っていうぐらい騙される。いや、ほんと作り方がねめちゃくちゃうまいんですよねこのコース。それじゃあこのまま渡っていいことが分かったから、よし、次のエリアに進みますか。よし、やっとここまで来たけど、ここね走って抜けなきゃいけないっぽいね。オッケーオッケー。お前もか。とりあえずここね走って抜けよう。よっしゃ、中間ポイント取った、よかった。よかった、中間ポイント取れたからとりあえずは大丈夫でしょう。で、これは何もしなくていいか。で、次の扉に入ろうか。で、これは危ね。あ、そういう着方あんの。あのドッス斜めにシューってこっち来たよ。上の多分フラは取れないから、このまま上に行こうか。これジャンプしたら絶対なんか出てくる。絶対来ると思った。あ、でも優しい、別に何もなんないんだ。オッケーオッケーオッケー。次はこれ左に行って上か。いいねいいね。そんなにねここ騙しコースじゃないぞ。で、これは右か。オッケー。左ね、左ね。あれあれ
右で右でどっちだよパックンをね倒した瞬間多分すぐ行けってことですよね。じゃあ左の方をちょっと狙って行ってみる。ここで来る。でこの間によし、オッケー。よし、まあ今みたいな感じでしょう。そして次はこれは走って行って一歩へ。さてここはねスネークブロックに乗って左ね。オッケーオッケーオッケー。でこのまま右。オッケー来たー。でこれね絶対ねハテナブロックは出さない方がいいと思うんでそのまま行きます。待ってこれ大丈夫か、これ危な、大丈夫ね、よっしゃオッケー。でこれはで叩いていいのこれ、これ取れるじゃんね、これ取っておこう、これは絶対取れるやつだ。で P ブロック、あれあれあれ、ここ P ブロックが出るより先に行けってこと、よしオッケー。あーよかった。そして次はこれどっちでもいいんじゃないの、これどっちでもいいよね絶対。下行ってみる、爆発。2分の1よく外したな今ついてないね、マジでついてない今の、絶対2分の1でしょ、上に行けばよかった。これゴールじゃん、これゴールじゃん、やったー。騙しコース頭使うけど非常に楽しいですね。ある意味騙しコースばっかやってたら脳トレみたいな感じで賢くなっていくかもしれないまあそんな都合のねいい話があるかよって感じですけど、それじゃあ今日のマリオメーカーはここで終わりたいと思います。それじゃあ次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。